皆さんこんにちは。ご紹介いただきました大村正彦でございます。日本は第二次大戦に敗れて以来65年間平和を維持してまいりました。どこの国とも戦争をやらないできたわけであります。世界に65年間平和を維持してきた国というのはそんなに多くありません。近隣諸国には一つもありません。この地域で日本だけが65年間どこの国とも戦争をやらないで済んできたわけであります。これは日本の誇りであると同時に、その間長く政権を担当してきた自民の誇りでもある、こういうふうに思っております。平和を維持するというのはそんなに簡単なことではありません。一方で平和外交努力を続ける、それと同時に日米同盟による抑止力をしっかり維持する、そのことによって日本は65年間も戦争をやらないで平和でやってきたわけであります。ただ残念なことに、抑止力というのは機能を発揮すれば発揮するほど国民の皆さんにとって水や空気のようにあまりありがたみがわからなくなってくる。それに反して基地の負担というのは誰にでもよくわかる。また米兵が事故を起こしたと、事件を起こしたと、飛行機の音がうるさい、いろいろわかる。平和を守る大事な抑止力はなかなかそのありがたみがわからない。そうするとポピュリストは、大衆迎合主義者は、選挙の時に基地の負担だけを取り上げることになる。基地の負担の軽減もちろん大切です。大切ですが、それと同時に平和を生む根源、抑止力ということも同時に触れていかなければいけないわけです。ポピュリズムの典型、それが鳩山由紀夫さんであります。選挙の時に何て言いましたか。普天間の移設について、国外、少なくとも県外と何度も絶叫いたしました。総理大臣になるかもしれない人からそういうことを言うんだから、まさか何のあてもなく言ってるんではないだろうと、多くの沖縄県民はそう思い、沖縄の4つの選挙区全部民主党が取りました。自民党の代議士は残念ながらいなくなったんです。ところが今になって何ですか。あれは党首としての思いを言っただけで公約ではない、マニフェストに書いてないから公約ではない。マニフェストに印刷に2行か3行書いてあることと、党首が選挙の時に国民に直接訴えたことと、どっちが重たい公約なんですか。少なくとも日本人の間では党首が直接訴えたことの方が重い公約なんじゃないですか。日本人だけじゃないですよ、地球人の間ではそうなんですよ。マニフェストに書いてないから私が言っても思いを言っただけで公約ではない。宇宙人にとってはそうかもしれないけれども、地球人にとってはそんなことはありえないことだと私は思います。できなかったから一応謝っているようではあります。できるだけ県外と言ったのにできなくて大変申し訳ない。できるだけ県外と言ったんじゃないですよ、最低でも県外と言ったんです。そう言って謝るときもごまかす。
辺野古の海を埋め立てるとは自然に対する冒涜だと言った。そのことを突っ込まれて、無やりに埋め立てるのは自然に対する冒涜だと言ったんだ、こういう言い訳をされる。この人信頼できますか？沖縄の県民全く信頼してませんよ。今や嘘つきだと言ってます。アメリカの偉い人たちはまさか公にはそう言えないでしょうけど、みんなそう思ってる。信頼を失ってしまったんです。福島さんが、福島民主党同士が、社民党同士が沖縄に行って最後のあがきをしてきた。民主党の閣僚が気をつけて回るとは何事だとこう言って怒った。いや、私も同感です、私も同感ですが、火付けの張本人は鳩山さんじゃないですか。鳩山さんが火付けの張本人なんですよ。2014年、間違いなく普天間は辺野古に移設できることになっていたんです。私たち自民党が政権を持っていたときそうなっていたんです。普天間を移設するだけじゃないんです。8000人の海兵隊員をガムに移す、家族を見ると1万7000人です。そして彼ら以南の基地を大方日本に返す、沖縄に返す、そういう約束ができていたんですよ。2014年までは全部移行できるはずだったんです。だからこそ沖縄県知事も当時の名護市長もそれなりに理解をしてくれて、沖縄県知事の理解を得て環境影響調査は始まって、それが終わり次第知事の許可を得て埋め立てを始めて、2014年には間違いなく移行できるところまで来てたんだ。それをひっくり返したのは鳩山さんじゃないですか。選挙目当てでひっくり返したんですよ。今鳩山さんがほとんど元の案に戻ってきました。私たちの案に戻ってきました。戻ってきたからいいじゃないかとは言えません。私たちの時よりも状況がはるかに難しくなってるんです。沖縄の人たちをたきつけて、反対をたきつけてきたんです。名護の市長選にしても、今の絶対反対と言っている市長さんを民主党が応援して当選させたんじゃないですか。それがなんで元のところに戻ってきたからといって鳩山さんのせいでできると思いますか。沖縄県民の信頼を失い、アメリカの信頼を失った鳩山さんにはできないんです。申し訳なかった、元に戻しました、政権もおります、そう言って初めて次の政権我々に戻ってくればできるんですよ。ただ戻せとは言いません。国民の信を問うてもらいたいんです。国民の信を問うてもらいたいんです。今のままでは一番悪い天馬にそのまま残るんです。沖縄の負担が一番重いままで残らざるを得ないんです。それと同時に日本の抑止力がだんだん危なくなってきてるんですよ。抑止力とは何だ。例えば北朝鮮の指導者が日本をミサイル攻撃したらアメリカから叩き潰されるぞ、だから日本を攻撃しない、これが抑止力です。今でも北朝鮮が日本を攻撃すればアメリカは北朝鮮を叩き潰してくれると私は思ってます。でも私がそう思ったって抑止力にならないんです。
北朝鮮の指導者がそう思ってくれて初めて抑止力になるんです。独裁者というのは誤解しやすいんです。日米関係うまくいってないぞ、これなら日本を攻撃したってアメリカからやられることはないぞと思いかねないのが独裁者なんですよ。今1111日本の抑止力が弱くなってます。日本の平和を守る力が弱くなってるんです。日本人の命を守る力が弱くなってるんです。国会で25回命を守りたいって言ったからといって命を守る力が増えるわけじゃないんです。どうか皆さん、私たちは何が何でも解散総選挙に追い込んで同時選挙を実現したいと思います。力を貸してください。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。